する主イエス・キリストの名で感謝してお祈りを捧げます。アメン。次に聖書が教えるその祈りの中にエルサレムの平和のために祈りなさいと、これを言うとですね、必ずね、なんでイスラエルのために祈るんですか、日本のために祈った方がいいんじゃないですか。イスラエルを嫌いなクリスチャンが多いんですよね。この中にはあまりないと思うんですけれど、その一つの原因として、間違った、考え方、例えば痴漢神学、聖書にイスラエルってことが出てくるとね、いやこれはね、もう霊的イスラエルで、クリスチャンのことですよ。イスラエルっていうとね、教会に置き換えてね、いやこれは教会のことです。イスラエルって言ったらもうイスラエルしかないんですよね。そしてこのイスラエルは神の瞳であり、神が選んだ、それは偉いからじゃない、最も小さいから。しかし神が選んだこの民がやがて終末において用いられる、回復する。しかしですね、じゃあどうせどっちにしてもそうなんだから祈らなくていい、そうじゃないんですね。やっぱり私たちに祈りが必要なように、祈ってもらって助けられているように、あのユダヤ人たちも同じ弱い人たちです。2000年間国がないときに、長い間ですね、ユダヤ人たちはね、もう極貧の貧しい、そういう生活だったんですね。しかも600万人がね、ナチドイツのヒトラーの政権の時には虐殺される、もう極貧で貧しい貧しい。そして金融の仕事をしてね、金に汚いとか言うけどね、金貸ししか仕事をやらせてもらえない、そういう中で一生懸命生きてきている。そしてほとんど貧しかった。しかしある時神が急に経済的な祝福をされるようになった。そしてその時に何が起こったか、あの約束の地が、ね、売り出されたんですよね。で足元見られてだいぶ釣り上げられたんだけどね、神は必要になった時にあのユダヤ人たちに必要な経済を与えて、であの土地を買って、そして国を再興することができた。私はですね、やっぱり祈ってた人がいると信じるんですね。これからもですね、このユダヤ人祈りが必要で、そして神がそのユダヤ人たちを祈りなさい、そしてイエス・キリストはユダヤ人の王として来られた、祈ってほしいってイエス様も言ってると思うんですね。どうぞ神の瞳、神が愛しておられる先民イスラエル、その一人一人のために、救いのために、もちろん救われている人たちがいることを感謝したいと思いますけど、多くの人は頑なに、されてプライドを持っています。そしてイエス様を救い主と信じられていません。彼らが救われるように、彼らが守られるように、その平和があるように、エルサレムに平和があるように、その聖書が教える祈りを私たち共にしていきたいと思います。皆さんで主を一回叫んで祈りましょう。3、はい、主よ、ハレルヤ、天のお父様、ありがとうございます。あなたはイスラエルを選ばれました。苦難のその歴史を通ってきました。神様言われました、このようにアブラムの子孫を祝福するものを私は祝福する。私たちがこのイスラエルを祝福し、またその繁栄を祈る、その守りを祈る、平和を祈る、神様は祈る者に祝福を与えてくださると信じます。神様は今日ここにイスラエルのためにこうして祈ることができることを感謝いたします。そしてその祈りを絶やさないで、この合同祈祷会で毎回のようにイスラエルの祝福、平安を祈っていくことができるように、私たちにそのような力をお与えくださいますように心からお願いいたします。神様、ありがとうございます。あなたの素晴らしい名を崇めます。心から感謝いたします。あなたの皆に祈ります。